にちは、エリコ大会です。どうもー、今日はね、外国人の気を使ってることをちょっと話したいと思います。では、一番は、謝ること。そう、日本人はね、めちゃめちゃ謝りますよ。そう、まあ、外国人はね、そんなに謝る文化がないから、例えばプレゼントされるときにすみませんって言われると、あれ、え、え、どうした、あ、私何が悪いことしたの、え、謝らなければならないのって思うから、なんかすごくんってな感じになるんですよね。なんか多分外国人の方が Thank you とかなんかすごくちょっとスムーズな感じで、あんまり謝る Sorry とかあんまりよない文化気がするんですね。そうだから私もな、何かとしても謝らなくちゃいけない、先にすいませんって言った方がいいかなって思うんですよ自分は思うんですよ。そうでも実はね、世界中でちょっと日本人っぽく、まあすごく日本人に似てる国があったんですよ。それはね、カナダです。そう、カナダはアメリカの近くなのに全然違う。だからいろんななんかアメリカ人はなんかカナダのことがあんまり気に入らないとか、あ、なんかいつも謝るんだねとかはすごくジョークで言ってる。なぜというと、この国はね、ほんと全然違うんですよ。アメリカはほんとちょっと、まあ、ルースっていうか、そういう丁寧な感じではない。多分最近もツイッター見たと思うんですけど、日本人はね、例えばマスクとか、最近はね、最近の情報はね、ちょっと、結構重いから、申し訳ございませんって言うんだっけ、申し訳ございませんとかですぐ言うじゃん。何でも、すいません、これありますか、すいません、もうないんですわとかって言われるじゃん、すげえ丁寧な感じで。なんかアメリカの方にそういうことね聞かれたら、 What the fuck man? We don't have it! No! No! You got it? なんかすげえなんかちょっとなんか何回もさ聞かれるとさ、日本人はすごく我慢してすいませんでしたとか丁寧に謝ってくれるじゃん。なんか多分外国人はね、本当旦那に聞かれるとおーで、なんかすげえ怒っちゃうんですよね。普通に No we don't shut up って言うんだよね。もううるさいって言っちゃうんで言われるんですよ、普通にお客さんにも2つ目、日本人は他のアジアの国のなんか一緒にされるのことが嫌がります。まあ嫌がりますよね、それはね、わかるんですよ。例えば私もね、イタリア人だし、イタリア人ですよって言っても、なんかたまに、あ、じゃあフランスはあれこうのとかって返事されるんですよ。えってと思って、いやちょっと違うんですけどとか、ボンジュールとかそういう、あ、じゃあ、なんかイタリアの夢の建物はエイフェルですよねとかって、違うんですよ、それはフランスだもんって思うんですよ。で、それは多分日本と他の国と一緒です。例えば私はね、日本に住んでるから、たまにファンから、あ、じゃあ K-POP がいいよねとか、んそれはちょっと違うかなって思うとか、まあ全然悪い気持ちで聞かれるじゃなくて、たまにそういう、なんだろう、日本に住んでるって言ったら、あ、そうなんだ、じゃあワンちゃんとかも食べるのとかって聞かれるんですよ。んってなんか、あー違う、だから日本、なんか外国人、日本に住んでる方はそういう、あんまり韓国とか中国のことをあんまり話さ、まああんまり喋れないようにとか、ちょっと気を使ってるだと思います。3つ目、日本人の声がすっごくちっちゃいから小さくするようにしてます。そう、実はね、日本の、声と外国人と比べるとすっごくちっちゃくに聞こえますよね。で、外国人の文化だと お声がすっごく大きいんですよね。だから電車の時に喋る時にすごくうるさくに聞こえるんですよ。でもたまに外国人もね、なんか日本人と話すと、え？なんだって？って全然聞こえない
一番最初ね、多分日本語とかね完璧、まあパーフェクトではない、まあ今もパーフェクトではないんだけど、それが慣れててなんか声も小さくしてるんですよ。だから、まあ、ちょっとね個人の例えばなんですけど、イタリアの YouTube と日本の YouTube は全然違う。まあスタジオにいる時はねまだちょっと声大きくなったりとかもしてるんですけど、一番の何が違うのね、やっぱりイタリア語で話す時にすごく自然な感じでめっちゃ声がでかい。だからたまにめっちゃ怒ってるになんか聞こえるんだけど、全然怒ってはいない。でも日本人なんか日本語で話すとなんかちっちゃくもするし丁寧するようにで喋ってるんですよ。やっぱりそういうなんかみんな温度の温度に合わせるみたい、同じようにって。たまに外国人の友達と喋るとこっちからこうするんですよ。ちょっと声小さくしてみたいって言うんですよ。あ、なんかごめんねって言われる。やっぱり外国人同士ってもやっぱり分かんないんですよ。普通で喋ってるから、ん？大きいからって、周りからあ、大きいで喋ってるかもしれないって気がついて、ちょっと温度下がってとかって言うんですよね。はい、4つ目、ボディタッチするしないようにしてます。やっぱり外国の文化だとボディタッチがね普通、もう日常なことだから、友達と会う時にやっぱりハグしたいとかキスしたいんだけど、それがねほんとしないようにに気をつけてます。多分そういうなんだろう、あ触りたいって思ってもなんか変な感じで触りたいじゃなくて、ほんとなんか普通になんかたまにこうとかって普通に触れるんだけど、やっぱり日本の文化がないから、もう完全にずっと手があんまり動かないようにってちょっとこんな感じで、うん、あんまりハグとかもしないようにに気をつけてます。5個目、ラストになるなんですけど、これはねやっぱりだんだん進むとちょっと分かってきたんですよ。これあれそれ、恋愛のことはあんまり聞かないようにに気をつけてます。なぜというと、日本人は自分の恋人同士とかの SNS の写真アップしたりとか、友達のパーティーと一緒に彼氏を連れて行くとかはしないんですよ。それはね外国と大きな違いですよ。だからどんな、なんか今何のどんな人と付き合ってるとか、今彼氏いますかとか、彼氏見せてとか、彼氏と会いたいとかってやっぱり言わないようには気をつけてるんですよ。やっぱり日本人は自分は彼氏いますよって言わないんですよ。大体言わないし、ちょっと隠してるの文化ある気がします。でやっぱりそういう友達と一緒に彼氏もいるみたいは、もしかして今の若いジェネレーションはちょっと違うんですけど、まだそういう多分私とか30代の人がやっぱり彼氏も一緒に遊びに行くねとかはないんですよ。だから友達もどんな人と付き合ってる、どんな顔してるとかはわからない。彼氏の時間と友達の時間はすっごく分けるんですよ。でここはね、前イタリア人の女性と付き合うな動画出してたんじゃん。やっぱり外国人から、まあ、外国人と付き合うとやっぱりなんで僕とアップしないの、なんで僕となんか付き合ってると言わないの、そういうね話があったんですよ。あーそれね外国人ですよねって思ったなんかやっぱり逆に見せないとなんか彼とか彼女のことはあんまり愛してないって情報化してないんですよ。でも逆に日本人と付き合うと、僕のこと絶対 SNS に言わないでとか、絶対なんか写真とか上がらないでとか、なんかすっごくやっぱり隠してる文化があるんですよ。なんかプライベートじゃない時。おお、なるほどね。だからなんか日本人の友達が行ってもあんまりそういうトークがしないように、まあ、気をつけてます。はい、ということで今日は5つの外国人気を使ってるのことをちょっと話してみましたんですよ。実はねもっとあると思うんですよ。ただ
今思い出すのはやっぱりこれかな。あ、これが特にの毎日今日使ってることなので、あ、そうなんだなって。多分日本人から見るとそこまでキーを使ってないとかもわからないところもあるから、ちょっとね紹介してみたかったんですよ。でも逆に日本人は外国人キーを使ってることは何のとかちょっと知りたいので、ぜひコメントしてください。まあこれで今日はこんな感じしてみましたんですよ。ありがとうございました。また見てくれて、またお待ちしております。ちょっとね、だんだんになんかずっと家にいると本当友達とかあんまり会ってないから、本当に変な日本語なんか日本語かしこなってるって感じするんですよ。ずっと家にいると猫ちゃんと喋るね猫ちゃんと喋るしかないからなんでこうそうないから、なんかね、にゃんこで喋ってますそう、だからぜひまた見てください。またね、チャオー。